教育現場とは、直接児童、生徒を指導する学校や、これを監督する教育委員会などを指す。主に、義務教育についてもいる義務教育が創設されたばかりの明治時代初期を除き、戦前、戦中、そうして少なくとも1960年代までの、教員は、医師や弁護士と並ぶ尊敬される職業とされた。児童、生徒が、 学校で出席されたら家庭でもう一度出席されるほど教育現場に携わる教員の地位は高かった。当時の日本の教育現場を見た欧米人が日本社会の小学校はヨーロッパ社会の教会にあたるとも述べたほどだった。しかし日本が経済的に豊かになった1970年頃から権利を主張する保護者が増えてくる。当時は 過保護と呼ばれた。とはいえ、当時は管理教育前世の時期でもあり、教員にクレームをつける保護者はいても、学校にクレームをつける保護者は少なかった。教員の専門性に目をつけ、学園ドラマが前世を迎えたのは、1980年前後である。保護者のクレームに耐えつつも、児童、生徒との心温まる交流を描いた一連のドラマ群は、 現実にはありえなくとも、あったらいいのにと思わせる程度のリアリティはあった。もっとも、学園ドラマに憧れて教員になり、夢破れて、教団を去る者も,も少なくなかったという。だが、1990年代後半以降、教育現場の景色は寒々しいものになっていく。保護者が、学校にクレームをつけるのは、当たり前となり、教員を尊敬しなくなった。事件。 事故を恐れる教育現場が、教員を含めた周囲の大人が、児童、生徒と交流することを規制し始めた。教育現場は、心温まる、交流の世界とは、かけ離れたものとなっていった。職務の重圧から、自殺をする教員も珍しくなくなった。この傾向は、好転する兆候はない。なお、教育現場に対する意見、批判に対して、 教員が好んで用いる言葉に教育現場を知らないといったものがある。この言葉は主に政治による教育政策や社会学者による教育現場批判に対して用いられる。ありがとうございます。